いつまで泣くねん。ユリ。若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。そうなんや。俺は忘れたい。忘れたいんや。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。毒や毒、ポイズンや。では参りましょう。はいよ。こちらへ。どこ行くの？お前飲んないよ、そんな。薬草を育てるために作った小さな野営があります。すごいなこいつ。そして毒草も。ただのおばあちゃんちゃうな。獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。猛虎を殺せる強さ。悪魔やな、もうジン。いいぞ、ゲームやからええねん。進んでいくんか、このまま。きれいなこれ。俺もこんなとこ行きたいな。あの清水寺か行きたいねんけどね。若様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。乗ったことないよ俺。あの小馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。あれやね、まっすぐやね、多分。綺麗なぁ。もう着いたん？あらあら、若様。どうしたのだ？どうなんし？若様はここで志村様をあやめかけたの。え、そうなの？何？そうなんや。確か3つか4つの頃、おっしゃんか。志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。おじ上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。そうなんや。父上が笑ったとはな。ただし、お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。へえ。こちらです。はいよ。まあ、こいつらにも小さい時があってんな。おざと焚き火。焚き火。野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んで俺。俺が積もう。どこにあんの毒？20メートル。あ、これはちゃうね。ん？待て待て待て。え、俺が探さなあかんのか。はい。これ一個、これでやろう。まず一個は。いいよ。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。あ、あれかな。これだもん。もうこう行くねんやろな。これ母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。ジャンプ好きやな。せい、おっしゃ、取ったぞ。それで十分。こちらへお持ちください。はいよ。はい。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。ほう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 。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道で合ってるの？何？ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。お若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめる。悪いやつや。めっちゃ悪いやつ。仲間を殺し回ってる。ほんまに陣変わったな。まあええぞ。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらう。お前は俺に言うてんのか。もう近いか。方角を調べてみる。どうやって撃つの？このどこかだ。急げ、逃がすわけにはいかん。これでやるんか。ちょっと待てよ。何で撃つね。せい、これかな。せーの、ほい。待て、これでいいや。どう、一発一発一発。うわ、一瞬で血吹いてるあれ。めっちゃ効きますやん。おけがはありませんか？ないよ。
案ずるな、始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。老体。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。毒毒うるさいな、めっちゃ。混乱と怒りを起こす毒が。へえ。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ、役に立ちそうだ。はい、終わったね、このチャプター。はい、志村のところにね、ちょ会いに行ってます。はい、どこにおるんですかね。あのこの辺やと思うんですけど、100メートル、志村の先陣。はい、どこや、どこにおるんや。上かな。あれっぽいね、今見えたね、なんか。はい、どうなるんやろうね。おるか志村、おるか。どうやろう。どうしたは己の腕の一部と思い。志村の声聞こえる。よくやったな。毎度お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まる。頑張ろうや。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませて。 あそうなんや、ありがとう。本土からの遠兵が直島に着く。うん、だがその前に早馬が届いた。早馬。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜蔵に当てた。竜蔵、あの裏切り者か。菅笠衆が我が陣に攻め入るよ。いい。竜蔵は今どこに。呼んでこいや。この近く、高野山。高野山。お前が行かずとも良いのだぞ。いや、やらなあかんな、陣が。かつての友です。私が切らねば。うん、では任せよ。はいよ。こちらは戦支度を済ませておく。戦うわ、ちょっと。はい、バツ。頑張ります、これも。ユナもクリアもし。うん。はい、ユナ20メートルでおるんちゃん、すぐそこに。全部は無理だからね。声聞こえるし、タカもおんのこれ。いろんなもんだよ。行くのか。うん。志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。あ、そうなんや。今一度力を借りたい。来るか。竜蔵が高野山砦に潜んでおり。ユナ強いからね。どうする。無理だ。ああ。悪く思わない。まあ本土帰りたい言ってたからな。こればっかりは頼みを聞けない。あ、まあ、しゃあない。腹を空かせたまま、うん、必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。うん、しゃあない。棒には触れない。うん、急に立たずとも竜蔵を撃ってから出発すればよかお前もしつこいね。これはあんたの戦だろ。巻き込むな。言うね。私はタカと新しい地で生きていかなくて。弟思いやからな、めっちゃ。ならば止めまい。うん、これはもうしゃあないで。面倒をかけたな。うん、礼を言う。安らげるよう願う。あんたも元気でな。酒井様。なんや。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。はい、タカもええやつやからね。に紛れて一人で撃つさ。しゃあ行こうか。はい、出ろ。はい、志村の先陣から出ろ。はい、出ますよ。はい、はい、出ますね。しゃあちょっと竜蔵とやってくるわ。ちょっと、はい、高野山へ向かいます。ここかな。ここで調べるんかね、ひょっとして。
はいよ、こうかな。もうごめん、我が物顔でのさばっておる。いっぱい女。何？タカか？何してんねんお前。お一人では無謀です。姉さんが行かないならせめて俺が。何してんねんってお前。これは戦なのだぞ。うん、共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。いや弱いしお前でしょ。クロード様。クロード、モーコとは戦わせぬぞ。もし何かあれば、ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。いやそうやけどさ、お前ユナ怒るって。わかった。そうなんだ。追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。はいよ。ん？こっちだ。何？ついてこい、汚いのライルども。え、何？志村様に所在を告げてやる。タカが何や、誘導してくれてんのか、敵を。ちょっとほんだら行ってくるわ。タカがね、猛虎を連れてどっか行ってくれたんで、多分いてないと思うんですけどね、ここに。おるかな？いてないよね。オッケー。おらんぞ。門へ向かい、100メートル。まだ先か。誰かおるんかな？いや、おるし。おるし。ちょっとステルスで倒そうか。この裏らへんおったよね。おるやろ、やっぱり。せいなめんなよ、ほら。行きますわ。あっちやね。ん？誰かおんのか？誰かおんのか？天ネギ持ってさ。おるな。ああ、だる。あ、ステルスもだるいな。武士とか取りたいしね。はい、ちょっと行きますわ。ちょっと頑張って。あ、おるな。くそ、ほんまに。あー、どうなんしたろう。めんどくさいんですよね、結構これ。来とんな。どうなんしたろうか。倒したらこれ。あー、いっぱいおる。あ、もういったろ。もうだるい、だるい、だるい、だるい。逃げるぞ、逃げるぞ。門までさ、行ったろうか、まず。いやけどこれ戦闘中ってなってたら無理かな。もう開けへんかな。前もなんかそんなんやったもんな。あい無理、あい戦闘中。あい、ちょっとみんな倒しますわ。ほんだらこれで全…あ、いや、まだおるんかい。くそ、ほんま、めっちゃあるだろ。もう全部倒したかな思ってたら、あと一人おった。くそ、ほんまに。あー、だるかったわ、これ。ステルス行きたいな、一回、こういう時。もう全部敵と倒してる。ねえ、敵と戦ってるわ。はい、開けます。おいえ。竜像、はい。おるの。待ってたんだぜ。竜像おんのや。お前、ほんまに。なぜ来たかわかるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。そうなんや。ハーンと会ってくれ。いやいや。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや竜像、意味はある。意味はある。なんや。ああ、酒井様。何？酒井様、なんでタカお前おんねん。目を開けてください。なんでおんねんってお前。なぜだ。なんでお前も捕まってんねん。何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかって。お前ユナ怒るやんけ。まずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。いえ、諦めてはならん。縄をほどけ。うん、ほどこ。何？あ、連打？にゃー、少しでも緩まれば。うん、にゃー。どうなしたん？おー、耐えるのだ。何してんのお前、おったんかい。喉が渇いたろ。あ、渇いてるわ。何？酒か？水か？何や？馬乳酒。馬乳酒。馬の乳の酒だ。我が相葉のだ。そうなんや。昨日足を折ったゆえ、兵に食わせてやった。食いたくないわ、そんな。情けより実を取る。まあ、我らは似ていると思わんか？いや、似てへん。俺は武士だ。武士や。いや、一階の武士ではなかろう。何やねん、ほんだら。クロードだ。クロード。下るよう民を解き伏せろ。
さすれば兵を引く。己に従う気はない、うんうん、何どうなの。その言葉志村からも来た。うわ、ちょ、やめてや。戦が終わるというのに農家の区別にはなられ、うん、誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さよくわかる英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。クロードは英雄だ。聞いたか。クロードは英雄。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。何が救ってるやん。どう仕打ちをさせる気か。え、何戦うんか。竜像のように。だが無駄だ、うん、さすがはクロード。こやつの身は案じておらぬか。え、何どうなんの。殺せ。え、逃がしてやる。タカは無理やろ。そんなことできへんやろ、うん、タカは多分ね。あ、タカお前やったらあかんぞ。お前犯に行け。犯に行け。犯に行け。どうなるんや。逃げよ逃げよ。犯に行け。せいや。やっぱヘタレやな。どうなるんや。あーあああああ、それはあかん、それはあかん、それはあかん。やりよったこいつ。ようやらん俺そんな。ほんま、うわ、キモ。己のせいで死んだぞ。うわぁ、ユナリなんて言ったらいいの。また選ばせてやる。今度は過つなよ。うわぁ、ユナリなんて言ったらいいかわからんわ俺ほんま。ブチ切れてんなほんま。サイヤ人なれ、サイヤ人。そこでえーと、雨降ってんな。なんやろ、なにこれ。また連打回復としてどうなるんやろ。うわー、あいつ首あるんかな。あ、連打。にゃーにゃー。いい。立ちはどこだ。なんか見えるね。まあ、そんなことは首どこ行ったんや。してやる。怒るわな、そら。ちょっと待て。あー、これほんまにかわいそうに、ほんま。あー、たかな、ええやつやったからな。どうしようか、一騎打ちやろうか、どうなんしようかな。あー、迷うな。もう行ったろかな。どうしようか。まあ、行こうか。一番手は誰だ。やったるわ。はい。行くぞ、俺ら。つい。そうやぞ、お前。怒ってんぞ。へい。タカさ、ほんま、エースだったからな、めっちゃ。死を持って償え。うん、死を持って償え。まあ、ユナこれ知ったらめっちゃ怒るやろな。ユナ多分今度帰ってないよね。多分ユナ来そうな気する。なんて言おうかな、ユナに。ういー、はい、倒します。せいえせいせいせいえ、行くぞ。ういー、よっしゃ。これ練習したからね。まだおるか。はい、デロですね。はい、出てみます。あー、やっと戦い終わる。ん、うわー、言うなー。
ジン。ユナ。さっきハーンと龍蔵を見かけた。タカはどこ？それは言われへん。いるんだろう。それは言われへん。あんたを追うって文があったんだ。どこなの？いや、それは。なんで？嘘だ。タカ。うわ。ユナ、待て。すまん。ほんまに悪い。なんで言っちまったのさ。私に黙って。めっちゃ弟思いやったからな。なあ、うわあ、なあ、ユナブチ切れるんちゃうか、ほんま。なあ、本堂に帰る言うてたからな。クロードに憧れてたから。あ、どうしてついていかせた。なあ、ごめんな、ほんまに。戻るよう言ったが、どうしてもと聞かせ、この子らしい。そうな、いいやつやったからな。何？待て、誰か来たんか。行くぞ。ここには置いてけない。何やる気なん。おっしゃ、ヨガ倒そうか、ほんなら。おいえ頑張りますわ、ちょっと。動物でも行くぞ、お前。タカの形じゃ。あ、いいえ。タカね、ほんま。まあ、ああいうキャラクターのやつってさ、結構死ぬような感じ多くないですか。なんか俺も多分なんか死ぬんちゃうかなっていうあれはしてたんですけどね。ユナがめっちゃ、なんていうの、タカのこと心配してて、ちょっとついてきたじゃないですか。まあ、いつか危ないな思ってたんですけど。あ、倒すぞこいつら、ほんま。おいえ、せいえ、はい、あいで、おいえ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 、ほんま、さっきからずっと戦い、ほんまに、せいえ、せいえ、どうなった。あ、これで終わりか。あー、長かった。済んだな。スゲガサシは終わりだ。あとは龍蔵だけやね。あとは龍蔵。殺して。ハーンも。今は次に備えよう。タカを埋めなくちゃ。あー、墓作ったるんやね。あー、まあ、タカな。タカを巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。いいやつやったしな、こいつ。悪いのは私、あんたじゃない。違う、ハーンや龍蔵島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。タカの敵を討つぞ。しゃ、ユナお前も俺ずっと島を出る理由はもうない。ないな。いくあてもやることも、だから残る。おっしゃ、一緒に戦おうぜ。戦うよ。オッケー。まずは本陣に戻りしばし休み、後で会おう。タカの最後どうだった。まあなあ、あれはな、物の筆であったぞ。物の筆かどうかは分からんけどなあ、かわいそうやったな、ちょっと。あ
はい、残り日。あ、ジン落ち込んでんのかな。な。はいよ。はい、じゃあこのチャプター終わったね。あ、やっていきます。